クレン・ダンジグはアメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ボーカリスト、マルチプレイヤー、ヘビーメタルバンド、ダンジグの主催として知られる。他、ハードコアバンド、ミス・フィッツやサム・ヘインのフロントマンも務めた。ステージ外の素顔1977年、ハードコアパンクバンド、ミス・フィッツを結成し音楽活動を開始。1983年、 バンド内の不協和音によりミスフィッツは解散。直後からデスロック要素の強いハードコアバンドサム・ヘインを結成し1987年まで活動。その後は自らを監したソロプロジェクトダンジグを指導する。初期の作品は大手レーベルアメリカンレコーディングスを主催するリック・ルービンがプロデュースを務め高いセールスを記録した。個人では自主レーベル プラン9レコーズやエヴァライブレコーズを設立。1992年に初のソロ作品をリリースしている。しかしこれまでの間、自身と旧ミスフィッツメンバーたちの間でバンドの権利をめぐり長期間の法廷闘争が勃発している。最終的に旧メンバー側が勝訴し、1995年から旧メンバー主導のミスフィッツが再始動。当然のごとく自身とは、 絶縁状態となる。それから約20年後、9メンバーと和解し2016年から古スミスフィッツへ33年ぶりに復帰した。ダンジグはグレン・ダンジグが主催するソロプロジェクト及びヘビメタルバンドダークネスなスタイルを展開し、デビューアルバムは全米だけで100万枚以上のセールスを記録した。時代の変遷によってグレン本人が その都度やりたい音楽を実践している。2020年6月実践現ラインナップ級メンバースタジオアルバムスタジオアルバムライブアルバムスタジオアルバムスタジオアルバム,ルバムありがとうございます。